だいぶ言われますね。爽やかだねって。パーソナルトレーナー島良平28歳。自身の毛の濃さに悩む彼がたどり着いた場所はここ、男性専用の総合美容クリニック、ゴリラクリニック。これは美に悩む男たちを追った記録映像である。正直3回目までは本当に薄くなるのかなみたいな気はしてたんですよ。多少薄くなってる気はしたんですけど、なんかやっぱ生えてくるところは結構生えてきてたんですけど、でも前回受けて本当目に見えて薄くなってきました。はい、青みがなんかなくなった。そうですそうですそうです。だから前まで髪明るくしてた時期もあったんですよ、20歳ぐらいの時って。その時ってひげそんな濃くなかったんで髪明るくしても違和感なかったんですけど、なんか最近濃いままこっち明るくするとなんか青み目立ったりするじゃないですか。だからあんまり髪とか染めたくなかったんですよ。それも気になくなったんで、ちょっと髪とか染めちゃったりしておしゃれしちゃった。そうなんです。おしゃれ始めちゃったんですよね。施術を終え、現在の心境を伺うことに。もうだいぶ正気マスク慣れてきて、あんま痛くなかったですね。でも本当に前まではこの濃いところ痛かったんですけど、なんか全然我慢できる範囲でしたね。1,2,3はちょっとこう来るまで少し痛いからちょっと気合い入れてきてたんですけど、まあ、今日ぐらいの痛みだったら全然気軽に来れちゃいますね。ひげあれで伸びてきてた時は別に嫌じゃなかったんですけど、剃った時の青みが一番嫌だったんで、それがなくなってきたのが嬉しいですね。